유머내생도이번곡은15살의노래그노래가뭔가漢字で詩人とかのその詩ポエムの詩って書くんですけど、それが詩っていうのか歌っていうのかはちょっと曖昧で、まあ、歌でいいんじゃねって言われて歌にしました。ユーボーンの言いますね、すごくダサいです。ダサくはないですね。先輩方が真面目に考えてくれると。やめてください。で、まあヒント言うと、まあ坂口亜美ちゃんっていうこの曲のカバーなんですけど、その亜美ちゃんの亜美がちょっと変わった感じをしていて、まあ調べたら、まあ、なんで有望になったかが多分わかるんじゃないかなと。まあそれを分かったとしても先輩方真面目にね考えてくれてる。あれ？あ。あなたが真面目に考えてくれたので。あ、そうか。ね、そう。こんな感じです。で、すごい3ピースっていう形の、まあ、形式のバンドで、まあ、人生もこれから組むことがあるかなと思うんですけど、まあ、3人で間違えられない状態で、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、なんだっけ、もともとあみちゃんが弾き語りをしている子なので、私もちょっとギターだけとかボーカルだけじゃなくて、両方やりたいってお願いして、では、組んでもらいました。ということで、2曲目いきたいと思います。2曲目は「紺色の主張」という曲で、これもあみちゃんのカバーです。すごい、なんか、深い意味のある曲なので、よく聴いてください。ありがとうございました。ユーボーンでした。